界中が平和になればいいと思います。本日まず事故のないように怪我のないように一つよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。今日ここに、銀の先生方、多数おいでいただいております。おはようございます。ご挨拶をお願いしたいと思います。小倉井先生がおられませんので、代わりの川崎様、よろしくお願いします。どうもおはようございます。ご紹介賜りました。衆議院議員の小倉井八郎の代表川崎と申します。先ほどまでお伺いしましたいただいておったのでございますが、この場におりますね、失礼をお詫び申し上げます。本日の、お祭りを通しまして、地域の親睦の輪がより一層深まりまして、地域の活性化、まずそのとご記念申し上げまして、一言あたってございますが、代表ご挨拶と挨拶していただきます。本日はおめでとうございます。ありがとうございます。続きまして、県会の加藤さん。皆様、今日は大変お疲れ様でございます。ただいまご紹介いただきました県議会議員の加藤正則でございます。私も夜行出身者として親子代々お守りいただいたこの比叡神社の祭事にですね、毎年参加できることをとても嬉しく思っております。この比叡神社や地域をお守りいただいている、そして発展をさせていただいている皆さんに心から感謝を申し上げて、私自身も精一杯頑張っていくことを申し述べてご挨拶とさせていただきたいと思います。これからもどうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして山田様。皆様おはようございます。ご紹介をいただきました市会議員の山田和美でございます。今日は比叡神社の例大祭、このように素晴らしい天気の中で、挙行されることは本当にいいなと思っているわけでございますが、先ほど神輿の方にも御霊が入りました。そして、各法友会、そして遊戯団体の皆さんが担がれて、この地域が安定平穏無事であるということを皆さんで投与していただければありがたいと思っている次第でございます。社殿の方もですね、本当に素晴らしいのができておりまして、まだ少し残っているということでございますので、完成したらまたね、素晴らしい神社になるのではないかなと思っている次第でございます。本日ご参加の皆さんのご健勝ご多幸、心から祈念をいたしまして、一言ご挨拶とさせていただきます。本日おめでとうございます。続きまして渡辺様。どうも、改めましておはようございます。市会議員の渡辺でございます。まずもちまして本日の例大祭のご開催にお祝いを申し上げたいと思います。そして本日のこの祭礼の準備に関わっている皆様に敬意を表したいと思います。お祭りは地域の活性化、防犯防災の原点だと私は思っております。今日の土曜が最後まで素晴らしく行われることを心に記念いたしまして、簡単ではございますがご挨拶とさせていただきます。本日はおめでとうございます。ありがとうございます。これで、来賓の挨拶を終わらせていただきます。続きまして、問いを責任者の挨拶と注意をお願いしたいと思います。長澤さん、よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。早朝より、応援の方お集まりいただきましてありがとうございます。ご存知の通り、夜行一日が長くございます。事故、揉め事等ないように楽しく盛大なうちに見合いができますよう、ご協力のほどよろしくお願いいたしまして、私の挨拶をします。そしてですね、時間いいですか、レール通り代表の方ちょっとお願いします。自己紹介の形で、紹介したいと思いますので、太ってる方急いでください。おはようございます、浅田娘です。よろしくお願いします。
幸い連邦天満娘です。よろしくお願いします。あ、おはようございます。定例会です。今日一日よろしくお願いします。おはようございます。小平浜の川島娘です。今日一日よろしくお願いします。おはようございます。幸い連邦中根娘です。よろしくお願いします。おはようございます。23年間です。よろしくお願いします。おはようございます。幸い連合歩みです。よろしくお願いします。おはようございます。幸い連合鹿島娘です。よろしくお願いします。おはようございます。鶴見東小青年会です。今日一日よろしくお願いします。おはようございます。大湯会です。今日一日よろしくお願いします。おはようございます。川崎流美会です。よろしくお願いします。おはようございます。酒屋会です。よろしくお願いします。おはようございます。夢娘会です。よろしくお願いします。おはようございます。夢娘です。よろしくどうぞお願いします。おはようございます。カボン娘です。今日一日よろしくお願いします。おはようございます。大仙娘です。よろしくお願いします。おはようございます。牛尾団龍神です。よろしくお願いします。おはようございます。一員会です。今日一日よろしくお願いします。